パナマ侵攻は1989年から1990年にかけてアメリカ合衆国が中央アメリカのパナマに軍事侵攻した戦争である。1983年以来、マヌエル・ノリエガはパナマにおける事実上の最高権力者となっていた。しかし、ノリエガ体制のパナマは非民主的な政治体制が原因で中南米の中でも孤立していただけでなく、 中南米における麻薬ルートの温床となっているとされていた。ノリエは冷戦下の1966年から中央情報局のために働いていたことも明らかになっている。ノリエはジョージ HW ブッシュが CIA 長官時代にその手先となり、キューバのフィデル・カストロ政権やニカラグアのサンディニスタ、民族解放戦線政権など、 中南米やカリブ海の左派政権の拡乱に協力していた。アメリカの麻薬対策にも協力していると考えられており、1978年から1987年まではアメリカの麻薬取り締まり局から毎年感謝状が送られていた。ところが1986年に税関主導によって行われたーチェイス作戦により、 ノリエガがアメリカへの麻薬の輸出並びにマネーロンダリングに関与しているという疑いが浮上してきた。さらに1987年6月には1981年のオマルトリホス暗殺にノリエガが関与したという疑惑が持ち上がり、反ノリエガ派がノリエガ排除に動き出すという事態となった。1988年2月にはエリック・アルトロ・デルバイパナマ大統領は、 アメリカの支援を受けて、ノリエガ解任を発表したが、かえってノリエガ派の国会議員によって解任され、マヌエル・ソリス教育省が大統領代行となった。これを受けて3月には、クーデター未遂事件が発生している。また3月には、マイアミの裁判所がノリエガを起訴し、ロナルド・レーガン大統領は、パナマに民主主義が建設されるまでは、制裁を続けるとし、 パナマの在米資産凍結とパナマ運河使用料支払い停止を発表した。パナマはこれに対抗してすべての在パナマ外国資産凍結を発表したが、これにより脆弱なパナマの経済システムは大混乱に陥り、産業稼働率が40%に落ち込んだ。アメリカは、理面で、ノリエガの引退によって、卒業免除するという司法取引を持ちかけたが、ノリエガは受けなかった。 また CIA の工作も行われたが、ノリエガの権力は影響を受けなかった。このためレーガン政権末期の段階で、エラボレートメイズ作戦など、パナマ侵攻作戦が策定されている。1989年1月2台41代、アメリカ合衆国大統領に就任した、ジョージ・ H.W. ブッシュは、麻薬撲滅のために、麻薬戦争と呼ばれる。 麻薬撲滅政策を掲げた。ノリエガは1989年5月に行われた大統領選挙に自派のカルロス・ドゥケを出馬させたが、当選したのは反ノリエガ派のギジェルモ・エンダラであった。しかしノリエガはアメリカ合衆国の干渉があったとして、軍を挙げて選挙の無効を宣言し、フランシス・コロドリゲス会計委員長を大統領とし、権力の保持を図った。 この動きを受けて、5月には暴動が発生しただけでなく、9月30日には、再びクーデター未遂事件が発生した。12月15日、ノリエ側議会によって、最高の政治指導者としての地位を承認させ、独裁体制の継続を誇示した。またこの間、ノリエガ派の尊厳大隊による反対派への暴行が横行していた。ブッシュは5月の大統領選挙直後から、 特殊部隊のパナマ派遣を極秘裏に承認した。12月16日頃からアメリカ軍人に対する殺害や暴行事件が発生しているという報告が伝えられるようになった。リチャード・ブラウン国防次官の報告によると、米軍施設への武装侵入が数十回、そのうちの一件で二人のアメリカ軍兵士が殺害されたとしている。12月20日深夜0時45分にブッシュは、 パナマ在住アメリカ人の保護、パナマ運河条約の保全、ノリエガの拘束を主目的とする、ジャストコー作戦の発動を命令した。15分前には、エンダラを大統領として宣誓させている。ブッシュは、この侵攻、ノリエガの先導に対するアメリカの自衛権発動で、あると主張している。アメリカ軍の侵攻の経緯、ジャストコー作戦は当初、ブルースプーンと名付けられていたが、 臨勢陸軍大将から奇妙な作戦名がと評されたのをきっかけに、作戦名は、ジャスト、コーズと改められた。ブッシュは12月20日未明に、パナマに駐留していたアメリカ南方軍など空軍、海軍、陸軍からなる57,384人のアメリカ軍をパナマに侵攻させ、ノリエガの率いるパナマ国家防衛軍との間で、激しい戦闘が行われた。 アメリカ製の旧式の武器を中心としたパナマ国家防衛軍に対してロッキード海 -117 型戦闘機やマクドネルダグラス R-64 ア,アパッチなどの最新兵器を中心とした300機を超える航空機を投入するなど圧倒的な軍事力を持ったアメリカ軍は間もなく首都のパナマ市を占領した。なお、ノリエは、アメリカ軍による拘束を逃れて バチカン大使館に逃れたものの、その後ニフティパッケージ作戦、ノリエガを大使館より退去させ、1990年1月3日にアメリカ軍に拘束された。ノリエガは、その後アメリカ国内に身柄を移送され、1992年4月にフロリダ州マヤミにて、麻薬密売容疑等により、禁錮40年の判決を受けた。その後、 金庫7年の有罪判決が下された。戦後に、パナマ国防軍は解体され、非軍事的性格の国家保安隊に再編された。ありがとうございます。